멋있게 그려내도록 슛슛슛 공격이 있었대. 맞이 못했다. 싸우지 않고 이야! 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 이
ちら側、小指側で落としておいて、こういうふうに引っ掛けていける。こうしたね、シュッ、こちら側で引っ掛けていく。落として、シュッ、落として、こちら側でグイッ、こうやって引っ掛けていく。こういうイメージです。2回巻いて3回目に、ここから最後まで落として、やっぱり中心に、ね、落として、3本目に目を落として、はい、いきます。お願いします。チキチキ、マジコマンコ、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 
縮めて打ってはる。スッと一歩攻めて、相手が見どころよく変化したところを、スッ、このところ、スッと入って、スッと入って、はい、で、ここを打つことになります。ちょうどこちら側ね、に当たりやすいので、
バナナ面とかゼバナナ面っていうのを武器にしています、基本的には。なのでこの面を打たせないように周りに入っていかないと、そう打たれちゃいます。ので打たせないように入るためにはどうしたらいいかというと、一つには手元を幅にして入っていって、ここを狙う、ね、面を打ちます。完全に本領の中相手の面を打ち、あるいは下ろしておられるので、ね、幅にして、もう一つは霞に取っていって、この出番の面を完全にブロックして、小手に入って、どちらかの形になります。どちらかの形、どっちでも自分のやり方、よく確認してみて、自分が面をしっかりとディフェンスできているかどうか、しっかりと前こうやってディフェンスできているかどうかというのを見ながらやる。あとはよく簡単に見られるのは、この右回りしながら徐々に詰めていって、こういう手もあります。相手にの錯覚をするということです。で、今は右回りにするとスペース狭いので、直線的に入っていて、どちらかですね、自分の市内まで、こうやって入っていって、こうやって入る。で、このままこれつけてる人は、パパッとちゃんと打つようにしてください。左の手の打つ機会がないので、左の手の打突力が、本当に一流選手でも左の手の打つのうまくないんです。打突力がないんです。慣れてないんです。ので、せっかくですから、左の手ちゃんと打つ力を、シーベルじゃないんで、バーッとしっかり打ってくる。あともう一つのポイントは、上段の面のコースにいないということですね。ここで打っても、面のコースにいれば、打たれちゃうんですよ。なので、相手の面のコースから打ってくる。もう一つのポイント、外れでやるから、中に完全に潜り込んでいく。じゃないと、相手に面に打たれます。あとは、抜かれてくれることもあるんですね、せっかくです。上からカッと打つので、面のコースに入らないようにするというのが一つのポイントです。いいですか、ね、はい、じゃあ、冗談対して左右にやりましょう。はい、本当だ。
右側の飛び込みのですよね。こっち。いいですか。はい、こちらです。そう。
前、全日本学生の2回戦、山本正彦、今の大阪県の視聴者でしたんですよね。山本舞子のお父さんと対戦したことがありました。関東学生を、国士舘大学が優勝して、で全日本の2回戦でわざわざ当たっちゃったんですよ。で、山本とは高校時代からいないでしたんで、飛び込みの勝ち、一発決めて、で、うちの大学は勝った。はい。勝ったんですよ、なんですけど。次は、この後は、最近、こうやって呼べる、または、ダッシュにこうやって呼べる、あのタイプの冗談が結構多いです。決められて、こうやって呼べる。これ、嘘がないんですけど、一箇所だけあるんです。ここ。こうやって呼べられると、本当に嘘がないんですよ。冗談にこうやって呼べる。だから、嘘が一箇所だけあると、ここに出るんです。なので、せめて、まあ、本当だったら、打った後に、なんかこう、指に入ってほしいんですけど、ちょっと、そういう技術も我々ないので、攻められたら、こうやって打ってたら、当たってます。で、どのところに、で、つけてる。ここの、この右後手を打ちます。冗談で、せめて。
Ah!
中に返してもらってると非常に技の幅が弱いまして、内村選手は返しの重まりですし、普通の人が1回戦で、いいよ、こんなふうに打つのが関係なかった。力の悪い人だと、さあ、この場所に決める人の中にいます。
先は相手に正対した状態で、あ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 、ので、剣によってバーッとこう力を入れても元打ちに見えないという技法だと思う。内村選手以外の打ち方を見てる選手以外はないです。内村流だと思ったが、打った瞬間に打った瞬間は相手を正解してますけど、打突が2段階に相手に視線を向けているという状態が果たして1本になるだろうという議論があるにせよ、全日本選手が阪神の選手が打突っているからおそらく OK ということで、その場で打って、あっ、うわー、
맞잖아요.
Thank you.
もう精神的に疲れる。ありがとうございました。立ってない、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 立って
やった？やった。じゃあもう一回行きましょう。はい、整列をします。まずは